タケチャンネル投資の学校。買った銘柄が大きく下落していますと、損切りができずに塩漬け状態になってしまいました。将来的に買い値付近までもはも上昇が期待できると思うんですが、時間がかかりそうです。そういう時に竹下さんならどうしますか。まあ、これはね、一言で言うと難しいご質問ですよね。なぜかっていうと、結局その銘柄が本当に上がるのかどうかなんて、これはもう本当に誰にもわからないことですよね。ですからね、これはね、やっぱり自分がですね、この銘柄を買った時のことをもう一回思い出してもらいたいなと。やっぱりね、人から聞いたとか、誰かがいいって言ってたとか、推奨銘柄に上がってたからとか、まあ株を買うきっかけっていうのはいろいろあると思いますね。しかしその中でもやはりですね、仮にそうだったとしても、それを自分がですね、もう一遍改めてしっかり調べてですね、よく調べて、その上でよし、これだな、自分がこの銘柄ならいいなと思ってですね、納得した上で投資した銘柄であってもね、やっぱ下がることはあるわけですよね。仮にその銘柄を買うときに、そういうしっかりとしたリサーチ、自分なりのですね、納得のいく調べ方をして買ったかどうかですね。これでも実はとっても大きいんですよ。で、一方でそうじゃない場合ですね。なんとなくこうブームで上がってきてですね、ちょっと短期で取りたいなと思って飛び乗ったはいいが、短期で取ろうと思って飛び乗ったんだったらですね、まあ、短期ですぐに、まあ、リグーか、あるいはリグーチャンスがなかった場合はしょうがないんですけれども、まあ、そう傷が大きくなる前に、あ、これはちょっと失敗したかなっていうことで、まあ、降りてしまうってことが本当は良かったのかもしれませんね。しかし、結局それができずに、まあ、下落してしまい、塩漬け状態になっちゃう。まあ、こういうケースがあると思います。つまり、一つ目のケースは、いろんなきっかけでその銘柄に注目をするようになったけれども、最終的に、自分がしっかりとですね、その銘柄を調べた上で納得づきで長期投資をするつもりで買った。で、もう一つのケースはそうでなくて、もともと短期で飛び降りでいいと思っていたのに、結果としてですね、下がってしまって、で、しかも今調べてみてもですね、そこまでまあ投資するに値する銘柄ではどうもなかったんじゃないかなと、今調べてみて、なんでこんなもん買ったんだろうなと、まあ、思ってしまったと。まあ、この2つですね。ですから私はですね、まあ、この1つ目の買う時もしっかり調べたし、今も下がってはいるけれども、今調べてもやっぱりいいなと思っていると。まあ、そういう銘柄ならですね、別に買い値まで戻るっていうよりか、もっと上がっていくこともだって十分考えられると思いますんでね。まあ、もちろん買い値と今の値段の乖離がどれくらいあるかっていうことにも、もちろん問題はありますけれども、納得づくで買った銘柄、長期保有でいいんじゃないかと思いますし、資金にもし余裕があるんであればですね、何品買いされてもいいんじゃないかと思います。私は信じた銘柄を過去にですね、買ったことなんか何度もありますけれども、資金に余裕ができた時にその銘柄がいいと思った時は、やはり何品は過去にも何度かもちろんしたことございますし、おかげさまでそれが、まあ、1ヶ月2ヶ月ではうまくいかなくてもですね、非常に大きな成果を出してくれたっていうことももちろんございます。もう一つですね、もう元々買う時のきっかけがですね、あまりよく考えずに、なんとなく上がってきた銘柄にブームに乗って買ってしまったというような場合で、で、今調べてもですね、なんでこんなもの買ったんだろうなと、もう今もそう思うっていうんであればですね、もうこれはもう諦めて、もう売ってしまうしかないんじゃないでしょうかね。そんなふうに思います。納得づくで買って、今もいいと思うものなら持つべきだし、資金に余裕があれば何品でも、そうでなければ、まあ、ちょっと高い授業料だったかもしれませんが、まあ、売却してしまうと。そういう手もありますね。で、やっぱ気分を変えて、次の投資は失敗しないようにしっかりやっていくということが大事なんだろうなと、こんなふうに思っています。ご視聴ありがとうございました。質問をお受けいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。